林さんから聞いたお店はどとここみたいだ。さて確か数量限定のケーキがあったはずだけど。ん？この子？新しい子？この子も？新しい子？ショーケースの前で二人の女の子がじっと見つめている。米商？どうした？あ、来ます。来ます、来ます。なんだ？なんだこの妙に気まずい雰囲気は。僕は限定ケーキを買いたかったはずだと思ったら限定ケーキは残り1個。ここは声をかけるしかないか。あの気まずい、久しぶりだね。あ、知ってる子、知り合い、このかアイドルの掲示板にあれで、出てた子で、これは最初に出てた子。私も、一応は元気かな。一応は。そう。でも、本当に偶然よね。まさか、ケーキ屋さんで会うなんて。気まず。え？ほら、ここのケーキって有名でしょ？やっぱり、トレンドは抑えておかなきゃと思って。この前、雑誌のトレンド特集でやってたよね。私も気になってて、今日来てみたんだ。ちょっとずつ打ち解けてきた？それじゃあ、あなたも？打ち解けてきた。私と同じじゃない。気まずくなくなってきた。そうみたいだね。本当に偶然って感じ。いいね。あ、気まずく、気まずくなった。あの戻った。そういえば、この間テレビで、テレビで見たよね。映ってたよね。待ってくれ。君たちも限定ケーキが目的なのか？ごめんなさい。いきなり何よ。すいません。ごめんなさい。ですよね。ちょっと話しかけてすいません。本当。はい、そうです。ケーキはどうぞ。とっても美味しいって評判なので。これから事務所に来るお客様はここのケーキが好きらしいんだけど。いや、さすがに別のにするか。譲ってもらうのも悪いしな。いや、めっちゃ譲らんな。嫌なやつやん、その頼み方。こちらに。ありがとう。そんな風に譲られると、私も買いづらいんだけど。買いづらいよな。ごめんな。あなたが買いなさいよ。お客さんに出すんでしょ。いや、ありがとう。そうは言ってもな。でもこの二人どういう関係性なんだろうか。あったあった、よかったわ。最後の一つギリギリ間に合ったわ。おばさん、買われてしまったな。そうみたいですね。まあ、あの状況で自分だけ買うってのもなんだか嫌だったけど、なんだか変に疲れたわ。あのさ、来るお客さんってさ、この二人とかやったりするんかな。私も失礼します。なんか気まずくない？俺も適当なケーキを買って帰るとするか。それにしてもさっきの二人の存在感、なぜか興味を惹かれる子たちだったな。マーチ21。社長室。や、おはよう。久しぶりに彼女たちに会ってみてどうだったかな。はい、みんな楽しく成長してると思いました。ますます楽しみですね。それはよかった。では今日はうちの事務所の新しい子たちに会ってみてはどうだね。さっきの子たち。ああ、5人とも君が海外に行っている間にめきめきと実力を伸ばしてきたアイドルたちだ。まだ経験は浅いがプロデュースしがいがあると思うよ。そうそう、君に渡す資料をまとめておいたんだ。おとなしく、いいかね。はい、こちらをご覧ください。はい。
スペシャルユニット選出資料、春日未来。あ、これって、あれか、あれか、あれの子か。あれや、ミリオンの子か。春日未来、ナマコプロ。東映。もがみ静香、ナムコプロ。いぶき翼、ナムコプロ。彼女はムードメーカーでね、マイペースだが、その才能をさらに開花させてほしいと願っているよ。白石紬、早とちり青いが一途で努力家だ。あの姿勢や周りも刺激するだろう。新しい環境でさらに広い視野を獲得してほしくてね。いいね。桜森香織、歌が上手くて教えるのも得意だ。彼女のような大人が必要だと思わないかね。23歳、お姉さん。なるほど、どの子たちからもフレッシュな魅力を感じました。こうして話していると今すぐにでも会ってみたいと、会ってみたくなりましたよ。ユサさん、それなら今ちょうど5人ともレッスン中ですよ。うん、みんなに挨拶に行くのでしたらいいタイミングだと思います。いいじゃん。プロデューサーさんからスペシャルユニットについて話があると事前に彼女たちには伝えてありますので。よし、じゃあレッスン場に向かうか。どんな子たちなんかワクワクしてきたぞ。フリータイム。さて、ここで春日未来さんがどんなレッスンをしているはずなん、ここでレッスンしているはずなんだけど、この振り付けは。お、いたいた、おい、君が春日未来さんかな。驚き方、わー、はい、私は未来ですけど、どちら様ですか。はじめまして、ナマコプロのプロデューサーだ。社長から君を今回プロジェクトに推薦すると聞いて会いに来たんだよ。プロジェクトに推薦。かわいい頭のリボン、かわいい、アメちゃんなってる、かわいい。うわー、あー、オーバーリアクション。驚き方が可愛い。そうなんですね。はじめまして、春日未来です。出て可愛い。さて、俺が君にプロジェクトに参加する意思があるか確認したわけだが。じゃあ、私はまだ参加できないかもしれないんですか？私、プロジェクトに参加したいです。すっごく、すっごく頑張ります。どうしてそんなに興味を持っているんだい？だって新しい仲間やお仕事に出会えるってすっごくワクワクするじゃないですか。次郎にあった通りだな。なんてポジティブなんだ。なるほど、俺が想像していた通りの性格だ。一目見て春日の、春日さんの見どころだ。もちろん合格だ。よろしく頼むよ。春日さんのそのキラキラした笑顔はアイドルとして絶対に必要なものだ。スペシャルユニットとして他の事務所と一緒にやっていく中でもきっと輝けるに違いない。本当ですか？やったー、すっごくすっごく嬉しいです。かわいい。これからよろしく頼むよ。一緒にいいユニットを目指そう。はい、プロデューサーさん、よろしくお願いします。私一生懸命頑張りますから、いろいろ教えてくださいね。任せてください。もがみ静香さんと話そう。ここはもがみ静香さんがレッスンしている中だって。なすいたけど、ここでターン。もっと早くキレを出す感じで。すごい集中力でレッスンに励んでいるな。彼女がもがみ静香さんかな。
いや、不審者の驚き方やん。ちょっと待て、ごめん、驚かすつもりはなかったんけど。いえ、それよりどちら様でしょうか。ごめんごめん、めっちゃ怖がらせてるね、ごめんね。はじめまして、ナマコブルーのプロデューサーだ。社長から君を今回のプロジェクトに推薦すると聞いて会いに来たんだよ。スペシャルユニットプロデューサーとして早く会ってみたくてね。あなたがプロデューサーですか。はい、私がプロデューサーです。そうですか。なんか信じてない？ちょっと怪しんでない？不審者ちゃうで。いえ、想像していた人とは少しイメージが違ったので。いい意味悪い意味どって、なんかその反応を見るにちょっと挨拶が遅れます。悪いイメージ、もしかして。ごめん。スペシャルユニットが結成されるイベントについて聞きたいことがあるんですが。はい。このイベントはアイドルのナンバーワンを決める、アイドル同士が競い合うということでしょうか。確かに、スターリットシーズンは4月から12月にかけての再選別戦だ。最後の舞台、スターリットドリームを目指し多くのアイドルが結成するだろう。そこから世界に向けては発信ステーブルで、なあ。イベントの趣旨は理解しましたが、多くのアイドルと競うというのは前途多難ですね。そうだね。そうだ。でも俺はアイドルの可能性を生み出すための場所だと思っているよ。アイドルの可能性、スターリットシーズンに出場すればそれが生まれるんでしょうか。もちろん本人次第だけど、優勝を目指すな、自分の殻をぶち破るような挑戦が必要だろう。自分の殻を破っていくような挑戦。今回のプロジェクトは事務所を超えたスペシャルユニットとなる。君の候補者の一人だ。君がいればユニットはさらなる変わるんでいるだろう。その力はアイドルの可能性を感じるんだ。挑戦ができる。神まみた。私もそのユニットの一人になれるかもしれないんですよね。はい。今回のプロジェクトに選ばれたこと、とても光栄に思っています。はい。ですがまだ確定ではないんですよね。最終オーディションがあるんでしょうか。プロデューサーの言うアイドルの可能性というのを確かめたいんです。すごい熱心な子だね。具体的に何をすればいいですか。この機会を絶対に逃したくないんです。めちゃめちゃ熱心な子や。意志の強さを感じる。資料にあった通りかなり気合が入ってるみたいだが。そうだ、もがみさん、ちょっと笑ってくれるか。ごめん、そんな驚かんでも。不審者じゃないからね、僕プロデューサーです。はい。それではに素敵な笑顔です。いかがでしょうか。いい笑顔じゃないか。合格で良いのか。いいのか。なんて言うのもなんですけど、あまり上手に笑顔を作れませんでしたか。まあ、かわいいから OK。 もがみさん、こちらこそよろしく頼むよ。一緒に最高のユニット、スペシャルユニットにしよう。はい、よろしくお願いします。全力で取り組みます。真面目な上にすごくやる気がある。これは期待のできるな、活躍な期待ができる。伊吹翼、やっていこう。この中に伊吹翼さんがいるって話だ。用心入ってみよう。お疲れ様でーす。あ、すごいフランク。あ、よかった。不審者じゃない。あれ。あ、もしかして、新手のナンパってやつですか。そんなナンパでも、事務所の中まで行きません。いや、さすがにそれはダメだろ。だよね。そんなもう、ナンパ超えて不審者よ。はじめまして。サイカはサイカです。プロデューサーやってます。はじめまして。社長から今度のプロジェクターのプロデューサーにも承認されて挨拶に進んだ。君が伊吹翼さんだよね。スペシャルユニットの候補に選ばれたって連絡がなかったかな。ありました。もしかして私、メンバーに決まったんですか？メンバーに決まっちゃ、まだ決まってないけど、まだその最終確認というわけだ。まだ決まってないんですか？アイ
早く私を選んでくださいよ。いぶきさんはどうして選んでほしいのかな。だってすごく目立つじゃないですか。モテモテハッピーライフに近づくって感じ。なるほど。資料にあったように会話を続けるほど彼女のペースに引き込まれていくな。じゃあ試しにアピールしてくれないかな。ほら君とは初対面なわけだし。アピール？それなら。ワクワク、何アピールしてくれるかな。私ワクワク、歌とか振り付けとか結構すぐ覚えられるんですよ。すごい。ちょっと踊っちゃいますね。じゃあ、あの曲で。何？おお、始まる。こうやって決め。ああ。プロデューサーさん。何も始まらんだ。あ、よかったよ。なるほど、みんなが社長がみんなと共に才能をさらに伸ばしたいという可能性もできるので、サーリッドドリームは夢の舞台だ。道のりは甘くないが、それでも行きたいのか。行きたいに決まってるじゃないですか。モテモテになれるんだったら頑張りますよ。この子の目標はモテモテになることなのかな。厳しすぎるのは嫌なんで。いいじゃないか。この辺は軽めでお願いします。軽、ノリ軽。俺の言葉にも動じないその強さ、合格だ。新しいスペシャルユニットにも活躍してもらいたい。よかった。しっかりサポートするから、これからよろしく頼むぞ、はい、頼むぞ。よろしくお願いします。かわいい。簡単に選ばれてラッキーかも。これで夢のモテモテ。簡単に選ばれてラッキーかも。一歩前進。心の声出すぎじゃ。そうだ、ちょっとプロデューサーさん、仲良くなるためにお茶に行きませんか。あざとくないか。ちょっとお茶は構わないが、まだ仕事中だからな。それにえぶきさんもレッスンの途中だろう。レッスンばっかりだとつまんないですよ。確かにね。レッスンばっかりになっちゃうんですか。あ、かわいいその表情。そう言われてもレッスンは大事だからな。スペシャルニュートの中で頑張ったら、その輝きはもっと目立つんじゃないかな。いや、弱いだろ。好きになって前やろ。なるほど、思った以上にマイペースなアイドルのようだ。でもこの子にしかない輝きを、持っている。うまく導いていけるよう俺も頑張らないとな。こんなフランクな女の子、惚れて前やろ。白石紬が、事務所に来ているって話だけど、どこにいるんだろう。お、うん、あの休憩スペースにいるのはもしかして。この季節限定のおまんじゅう、うぐいすあんの優しい味で、この子好きだよ。とても美味しい。ルリ色金魚と花勝負やっけ。えこの子が歌ってる曲なん好きなんだよね。はじめまして、社長から今度のプロジェクトのプロデューサーを就任されて挨拶に来たんだ。スペシャルユニット候補の白石さんに会ってみたくてね。ねえ、なんかみんな、そういうことだったの、ね、なんかみんな驚く。僕が声かけただけで、僕の見た目ちょっと不審者なんかな。うん、ちょっとそこまで驚かれると傷つきます。見た目変えてこう。ちょっとスーツ着てさ、ちゃんとメガネかけて、顔面にアルファベットの P っていう被り物ドンって被っていこう。それやったらもうプロデューサーっぽくなるからさ。ちょっと、ね、今不適切な格好なんかもしれないな。時期は通じて戦い抜くと聞いていますが、正直なところ戦うことには不安が。ん、何か勘違いしているみたいだ。選抜戦をファンを増やしていくことが基本だよ。戦うというよりも定められた期間内、アイドルとして正々堂々と活動していくんだ。そうだったのですか。だとしても戦うつもりだったのか。私に務まるのでしょうか。確かに資料にあった早とつりはある。でも一途の賢明さが伝わってくるな。きっと務まるよ。合格だ。君はスペシャルユニットに今までない変化をつけてくれる。合
格好。あの、私でよろしいのでしょうか。いいんです。何か問題があったのかな。問題があったかな。 そうではありません。もちろんメンバーに選ばれて嬉しいです。ですが、私プロデューサーには休憩している姿しか見せておりません。何が分かったというのですか。あなたは今日会ったばかりではないですか。私の何をしてるのみたいな。それなのに私を、そんなことを言いたげだね。などと、もしやあなたは私をからかっているのですか。やとちりをするんじゃない。ああそういうことか。ごめん、言葉足らずだったような。白石さんのことはある程度資料で知っていて、君なら任せてもいいと思っていたんだ。でもやっぱり直接会って確かめたくてね。なるほど、そういうことでしたか。私がスペシャルユニットに。かわいい。よかった、その気になってくれたんだな。その気がないなんて誰も言っていません。任せていただいたからには精一杯努めます。これからよろしくお願いいたします。うん、こちらこそ。何かあれば遠慮なく言ってくれ。これからよろしくな。もうさ、不審者扱いされて僕は悲しいよ。この子にも驚かれるんだろうな、話しかけたら。ララ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 ラ。驚くか？あ、はい、そうですけど、どちら様でしょうか。あ、そこまで驚いてへん。大人の対応だ。はじめまして、社長から今度のプロジェクトのプロデューサーに就任された挨拶に来ました。プロデューサーさんだったんですね。はい、よかった。はじめまして、不審者から出てない。香織と申します。香織さん。それにしても桜森さんはとても高い歌唱力をお持ちなんですね。ありがとうございます。とても嬉しいです。子供の頃から習っていたので、歌は少しだけ自信があるんです。なるほど、素晴らしい歌声の理由が分かった気がしますよ。ああ、プロデューサーさんお上手ですね。大人だ、エレガントな雰囲気だな。大人の女性という感じがする。彼女の歌唱力と大人の魅力が加われば、スペシャルユニットはもっと魅力的になるはずぞ。桜森さんはスペシャルユニットの件をもう社長から聞いていますよね。はい、そのお話でしたら伺っています。桜森さんと直接会って今度のユニットに。それで桜森さん合格です。ユニットのメンバーとして正式にお願いいたします。ですか。はい、選んでいただけてとても嬉しいです。不審者扱いをしないので合格です。まだまだですけど、一人前になれるように頑張ります。ご指導のほどよろしくお願いしますね、プロデューサーさん。はい、一緒に頑張っていきましょう。これからよろしくお願いいたします。いいね、不審者扱いされないのいいね。挨拶を終え、みんなと一緒に事務所に戻ってきた。もう少しだけ誰かと話したいな。誰にしよう。未来ちゃん好きかも。紬もいいね。いや、香織さんもいいけど、ちょっと未来ちゃんと話したい。未来ちゃん。ガサガさん、さっきはありがとう。改めてこれからもよろしくな。はい、これから何が始まるのかなって考えるだけでもうドキドキしちゃってます。あ、かわいい。ガサガさんは考えるより行動した方がかわいそうだから、早くガードでの、はい、スペシャルユニットとして早く活動したいです。
うん、カサカサの姿を見ているとこっちまで元気が湧いてくるな。ありがとうございます。元気なら誰にも負けないので頑張ります。うん、頑張ろう。一緒に頑張っていこう。かわいい。おお、おかえり。あの子たちに会ってみてどうだったかな。不審者扱いされました。はい、みんなそれぞれに長所があって素晴らしいアイドルです。うん、そうだろう。君のプロデュースで彼女たちをさらに輝かせてやってくれたまえ。任せてください。なんだか色気がみなぎってきたぞ。早速プロデュースに取り掛かったりたい気分だ。ちょっと未来翼、盗み聞きは失礼でしょ。だって気になるんだもん。みんなも気になってるみたいだし。盗み聞きだと。聞こえてるぞ。バレバレだからみんな入ってこい。じゃあ失礼します。すみません。私ったら大人として恥ずかしいです。では失礼いたします。みんな盗み聞いてた。みんな君のことが気になっているみたいだね。ではあとは任せたよ。私は打ち合わせに行ってくるとしよう。うん、はい、よろしくお願いします。満身。はい、つい先ほど私たちの待ち時間が終わったところです。なんとか。ねえねえ、そんなことより、まあなんか進んでいこうねみたいな感じの言葉なんだろうね。私たちのことを褒めてくれてましたよね。うん。こら二人とも。だいたいそんなところだ。みんなにもナマコプロの代表として頑張ってもらおうからな。いただいたお仕事は全て完璧にやり遂げてみせます。ああ、よろしく頼むよ。でも他の事務所も含めたユニットって緊張しますね。そんなに気負わなくてもいい。どうにかやれるようにするのが俺の仕事だ。きっと大丈夫ですね。プロデューサーさん、頼りにしています。あ、頼りにされちゃった。ああ、俺に任せておいてくれ。5人ばかりに負担をかけてはいられない。俺はもっと頑張らないとな。頑張るぞ。夜8時。ふう、こんなところかな。おや、こんな時間までご苦労だね。社長。一体何をやっているのかね。あ、社長、ちょっと調べ物をしていたんです。スペシャルユニットの名前を考えていました。少しずつメンバーも揃ってきていますので。なるほど、どんな名前になるのか。だっせー、名前はやめてよな。いい名前にしたい。はい、ですがいい案がなかなか。今回のユニットは事務所のそれにふさわしい名前をつけないと。ははは、行き詰まっているようだね。だが君ならきっと素晴らしいアイデアを思いつくはずだ。任せてください。必ずメンバーを導いてくれると信じている。期待高くない。だからこそ僕へのこのユニットを任せたのだからね。期待高いよ。ありがとうございます。きっと期待に応えてみせます。しようのはいいが無理はしないようにね。では優しい。頼んだよ。いい社長だ。社長の言う通りだな。今日はもう少しだけやって帰るとしよう。22日。次さ、あれかな、シンデレラガールズの子出てくるかな。めっちゃデレマスの子。社長が候補アイドルの推薦を先方に依頼していましたので、
シスタントの千川千尋さんから資料をいただいています。千尋さん、こちらをご覧ください。出てきた、出れますきだ。